銀座エチリの三田崎です。またお会いできました。今日は皆さんからちょっとお尋ねがありました。お太鼓の柄合わせなかなか難しいってご意見が多かったですけれど、帯っていろんな素敵な帯がたくさんあります。特に今日は袋帯のお話なんですけれど、タレとお太鼓の柄を合わせるね、結構たまたまあったとかっていう方もいらっしゃいますけれど、ね、それを柄合わせすることによってその帯の魅力を最大限に引き出すことができると思います。皆さんと一緒にやってみたいと思います。ではやってみましょう。はい、袋帯の、柄合わせですね。袋帯、皆さんこんな形でタンスの中に入ってると思いますね、お仕立てが上がってたり、タンスの中身ではこんな形の袋帯って言います、ね、でお太鼓のことをちょっと説明させていただきます。ここが、垂れ先なんですけれど、こうちょっと広げていただいて、この先ほどの長さ1枚目とすると次が2枚目3枚目、ここがお太鼓、ね、皆さんでよく言う二重太鼓のお太鼓の位置はここになります。わかりますかね。1枚目2枚目3枚目のところがお太鼓になるので、ここのところは折らないように気をつけてくださいね。ここから、ここはポイントの一つになって説明に行きたいと思います。はい、では実際にお太鼓を作ってみましょう。こちらが垂れ先になります。垂れですね、お太鼓の下にある垂れ、ここを三角に折って、ね、枕を乗せます、ね、で開いて上にかぶせます。二重太鼓になりますから、ね、名古屋帯とちょっとこの辺が違いますよ ね、 ね、しっかりこう乗せていただいて、柄を合わせるというのはここの1枚目の柄と3枚目の柄を合わせます。これ合ってません、ね、こんな感じで1枚目と3枚目の柄を合わせてお太鼓を作っていきます。これしっかりここからお太鼓、ね、それでクリップを1枚目1枚だけ、クリップの位置、ね、お太鼓の山のところにちょっとここに、印をつけていきます、ね、ここがお太鼓になります。そうするとこちらはどこで折っても柄が合うようになりますね。垂れの長さね、いろいろ好き好きありますけれど、こちらでこういうふうにぴったり合っていく。どこで折ってもね、脇のこの柄が合ってさえすれば必ず柄合わせができるようになりますね。これを一つ覚えていて実際にやってみましょう。ここで一つ注意点があります。お太鼓の柄、皆さんの帯よく見てくださいね。ずっと同じ柄がこれか、ね、描かれてる帯、それともう一つこういう帯もあります、ね、これも袋帯見えますかね。ここの帯の買い切り線から柄が変わってきてる帯、わかりますか、ね、ここからまた急に柄が変わってます。これの場合は皆さんは、こう合わせて三角に、先ほどと同じに三角に折っていただいて乗せた時、柄合わせはどこで合わせるかというと、ここで合わせるのではなく垂れの柄に合わせてやってみてください。こちらの柄ってことはこの辺ですかね。だから上の方は柄合ってませんよ。ここから柄が合うよ、ね、ちょっと分かりにくいですか ね、ここにこの柄があるから、ちょうどそうするとこんな柄で、はい、ではやってみましょう。よいしょ、こんな風に柄が合うようになります。こちらの垂れの方の柄に合わせて、柄合わせしてください。分かりやすいかどうかしら、分かりますか。では後ろ結びをまずやってみましょう、ね、今2周巻きました、ね、で今お太鼓作り作ってみます、はい、では垂れ先を三角に折って、さっきと一緒です ね、 ね、で枕を乗せます。それからしっかりかぶせていただいて、
ね、緩みのないよ、ここで緩むことが多いです。私もよく緩みます。しっかり持ってます。で、これを後ろに回していただいて、はい、ここにクリップがありますね。クリップで、こう揃えますね。はい、こんな感じかな。クリップで、お、いけますか。後ろがよく見えません。よいしょ。はい、で、そこから上によいしょ上げていただいて、はい、で、今日は帯揚げをちょっと省いていますね。帯揚げやってませんけれど、ここで仮紐を通してお太鼓を作っていきますね。ちょっとエアー仮紐で、で、こんな感じで柄合わせ、ちょっと手先が垂れが長いですかね。これで柄合わせできてますか。はい、はい、今度は前結びバージョンです。はい、前結びも同じように、垂れのところを三角に折って、その上に枕を乗せてください。ちょっと分かりづらいので帯揚げ外しちゃいました今。はい、で、枕乗ってます。これを先ほどと同じように上からしっかり持ってくださいね。右手で持ってますね。で、さっきのクリップの位置ここにありますね。ここで揃えていただいて、二重太鼓ですからしっかり揃えますね。こういうふうに揃ってますかね。よいしょよいしょ。はい、その時に、はい、こう揃えて二重になるようにしました。その時に柄をここ脇で、こう今ちょっとずれてるの分かりますか。ここをご自分で揃えて、こんな感じね。今クリップがこの辺でトップにありますね。こんな感じで揃えてるの分かりますか。これで、はい、上に乗せます。これ前結びですよね。こちらの紐がこっちに出てきて、はい、これで後ろを結びます。前結びバージョン、はい、で、ここで本来は帯揚げをかけないといけません、ね、でも皆さんに分かりやすいように次に進みます、ね、ここで揃えてます、ね、この時に、仮紐を使って先ほどと同じようにこれをちょっとこういうふうにしっかり持っていただいて中にこう折り上げて、どうですか、柄が合ってますかね。こんな感じで柄合わせをしていく感じですね。いかがでしたか。今日は、お太鼓の柄合わせのお話でした。ポイントは1枚目と3枚目の柄を合わせることですね。垂れの柄とお太鼓の柄がぴったり合うと気持ちいいですよね。またお太鼓も素敵に見えると思います。ぜひ皆さんもちょっと練習してみてください。はい、ではよろしかったらチャンネル登録と、いいねボタンですね、していただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。あれ、ちなみに若林さん、今日のお着物の通りは人柄らしい清々しい色ですけど、そうですよね。なんかこうポイントみたいなのあるんですか。ちょっとアジサイのイメージでちょっと着てみましたね。人柄用っていうか生花用なんですけど、あんまり透け感がないので人柄の頃あと生花と着てます。帯は、名古屋帯ポインセチアの柄なんですけれど、ポインセチアって、やっぱり11月12月のね、季節の帯になるんですけど、赤とグリーンだったらね、ちょっと、やはり冬の帯かなと思いますけど、この色なので結構春も してますし、今自分もしている便利な帯になってます。紬に、ポインセチアの柄です。